こんにちは、みゆです。今日はこの間インスタの方で質問募集したんですけど、夜食限定質問コーナーっていう感じで質問コーナー募集したんで、それに答えていきたいと思います。めっちゃ来てますよ。相当量来てますか。うん、なんかやっぱ気になるんかな、そういう夜の仕事系のやつは。皆さんお悩みすごい抱えてると思うんで、うん、めっちゃ来てる。だってほらスクロールの量エグいですね。そう、はい、じゃあ答えていきます。第1問目、キャバで働いてるのですが、フリーで会話がないときはどうしますか。フリーで会話ないときとか、まあ全然会話ないというか会話してくれへんこととかもあるけど、私は気にせず喋り続けますね。携帯とか触ってたらまあ一旦黙るけど、喋ってくれるようにはするよね。キャバクラで働いてみたいけど、どんなお店で働いたらいいか分かりません。それはぜひエースグループへ来てください。フリー接客のコツを教えてください。フリーあんま座ることないんですけど、最近は。まあでも何歳ですかとか、どこの人ですかとか、何の仕事してるんですかとか、そういうなんかまあみんなが聞きそうな話はせえへんかな。面倒な客への対応方法、適当にあしらうか切るか。同伴はしないけどご飯行こうっていうお客様どうしてますか。それは行かないです。何回もお店来てくれて仲いい人とかやったら全然行くけど、同伴もしてくれたことない人とそれは行かへんかな。ナンバーワンになるには、ナンバーワンになるには顔が可愛いだけじゃ無理なんで、もうどこの店のナンバーワンもそうやけど、見えへんとこでめちゃくちゃ努力してるんじゃないかな。見た目だけの問題じゃなくて、なんか何やろな、豆さは一番重要かも。お客様とうまく喋れません。会話が続かないです。みゆ結構人見知りとかもないから、みゆはそういうことないけど、会話が続かへん場合どうしたらいいんやろな。難しいな。コミュ力高めなからそれは。お客さんから受けのいいドレスを教えてください。私はもうルイ・ヴィトンとディオールしか着ないって決めてるんで、その他のキャバ嬢と一緒にされたくないっていうのがあるから、みゆはその絶対的にブランド着るみたいな感じで自分で決めてますね。そういうブランド価値を上げるというか。毎日お酒飲んで太らない秘訣を教えてください。私あんまお酒飲んでないんですよ。あんまりだからみんなが思ってるよりそのお酒強くないんで飲んでないですね、多分思ってるほど。仕事で辛い時ありますか。そういう時はどうしてますか。あ、もう親友とおるか旅行行くかかな。夜食始めたきっかけ知りたいです。きっかけはお金が欲しいからです。夜食の大変なところ教えてほしいです。甘え方教えてください。甘え方っていうか、その甘えようとか思って甘えてないかも。私はそういうことが自然にできるというか、なんて言ったらいいんやろな、なんかこの人に好かれようと思ったらそういう対応ができるかな、勝手に。お客さんと LINE 話すことはありません。何話してますか。別にそんなに内容ないけどな。おはようとかおやすみとか。おやすみは送らんな。おはようは絶対送るかも。おはよう、うん、おはよう絶対送ることはおはようから始まって、まあどこどこ行ってくるとか。めちゃくちゃ美人ですね。お客さん絡みで一番怖かったことは何ですかって。ストーカーとかはされたことないんですけど、なんか私のなんか周りの友達まで探るというか、みゆがフォローしてる人を全員フォローされて監視されるみたいなことはありましたよね。昼夜逆転の生活で体は大丈夫ですか。体はもうそれがなんか普通やから大丈夫というよりそれがもう基準みたいになってます。一番神だったお客様と一番ありえないと思ったお客さん、どんな方か教えて。プライベートとかその私生活を干渉してくる人が嫌なんで、あんまり探られたりする人は嫌かな。なんかとか、神だったお客様はやっぱり自分の誕生日とかそういうイベント周年とかそういう自分の重要な時に顔を立ててくれる人が神ですね。体の関係を迫ってくるお客さんのつなぎ止め方教えてください。そのやれへんかったら行かへんとか言う人とかって絶対それ言われるから、そんなん言ってくるやったらもう私いらんしみたいな感じで強気に出た方がいいかも。とかなんかそういう感じで、なんかこいつは俺がおらなあかんねやみたいな感じで思わせたらもう調子乗るから、向こうは。いや私別にあんたおらなくても生きていけますからぐらいの強い感じでおったらいいと思う。お客さんと接するときに心がけていることはありますか。まあどんだけ仲良くてもなあなあになりすぎひんようにはしてる。不当客をつかむためにしてることは何ですか。不当いお客さんってどこでもお金使ってて、どこでもあのいろんなキャバ嬢を見てると思うから、あ、この子はみんなと違うなって思わせることが重要なんじゃないですかね。24歳から水商売を始めるのは遅いですか。全然遅くないと思いますよ。
可愛い子が入ってくると萎えます、やる気なくなります、メンタルの友達かと教えてください。可愛い子がいっぱいおる環境の中で働ける方が幸せやけどな、向上心上がるというか、もっと可愛い子おらなみたいな感じで思えるんで。ムカつく客に言い返してしまった時どうしたらいいですか。どうもせんでいい、みえも結構言い返すタイプやから、我慢してまでそのお客さんとつながりたいって思わへんから全然いいと思います。好きなのにお酒が強くなくてすぐ酔っちゃって仕事にならないんですけど、みえちゃんどうしてます。私はもう酔っ払ってお酒で潰れたら仕事にならないんで、もうセーブしてます自分で。その辺ヘルプについたことありますか。ない。場内取る方法、場内ねあんまりいらないんですよね。その A 指名 B 指名ってあって、A 指名が売り上げつくんですけど、 B 指名ってその場内って言うんですけど、場内やったら売り上げが1円もつかないんですね。だから私は場内いらないんで、全然取りたくもないから、あんまりその場内取ろうとせえへんから分かれへん。キャバ嬢を彼氏から反対されてしまい続けられなくなりました、みゆちゃんはどうしますか。キャバクラをする前に出会ってたら分かるけど、キャバクラをしてから出会った彼氏にキャバ嬢やめてって言われたら、結婚するとかっていいと思うんですけど、でやめてじゃあ養ってくれんのってなるから、結婚するんやったらいいよって言ったらいいんじゃないですか。いわゆる不特客さんと出会う方法とかありますか。縁ですか。もうなんやろ、 SNS で有名になったのなるのが一番早いと思います。今より集客できるようになりたい、どうすればいいでしょうか。もうこれも SNS かな、あとフリーいっぱいつくとか。お客様と LINE が長く続いてしまうときに自分から自然と終わらせる方法ありますか。私普通に既読無視とかするんで、終わらせるとかなくて普通に返さへん。付き合おうとかめんどくさいお客さんいないですか。そういうお客さん対象、私ね付き合おうとか言われないんですよね、全然全く。なんかそういう口説かれるのはエース入って1年目と2年目までかな、もう3年目と4年目なんですけど、もうそっから2年以上は誰かに付き合おうとか、なんかそうやらしてとか、なんかそういう風な感じのお客さんいなくなりましたね。なんかミユはそういう風な女として見てないみたいな感じで、あんまり口説かれなくなりましたね。一晩の売上最高額は1億円くらいかな、あの誕生日の。お客さんとは頻繁に連絡取りますか。そのお客さんによるけど、まあ毎日取る人もおれば1週間に1回の人もおるし、3日に1回の人もおるしって、その人に合わせです。めちゃくちゃお金使ってくれる人から急に不愛想にされたり切られそうになったらどうしますか。なんか原因あるんかなって考える。その人取り戻したかったら取り戻す方向に持っていくけど、なんか別に身もめんどくさって思ったら切っちゃうから。仕事できるなと思うキャバ嬢の特徴を教えてください。仕事できるなっていうかな、もうこれ天性の問題もあると思うんですよね。なんかその男に好かれるとか、なんかいくら顔が可愛くてもとか、いくらめっちゃ豆とかでもめっちゃ売れるわけでもないし、難しいな。もうそう醸し出してるオーラとか、そういうなんていうの、特徴は難しいけど、売れてるなって思う子って結構オーラあったりするので。めんどくさいラインはどうやって対処しますか。虫、既読虫か未読虫。マジでもうだるって思うときはもう未読無視です。既読無視はまだいいんですよ、私の中で見てますよっていうサインなんですけど、もう見たくもない LINE とかは未読、既読もつけたくないみたいな。お客様呼ぶときの LINE のこと、普通にご飯行こうとかで言って、既婚者に彼氏になってと言われるのですがどうしたらいいですか。タイプでもないので枕も嫌です。普通に結婚してる人無理でよくない。みゆ普通に結婚願望あるから結婚してる人無理ってもう言っちゃってるんで。お客様を怒らせて返してしまったことありますか。あればその原因とその後が知って。怒って帰ったことないかな。みゆちゃんが飲みやすいお酒は何。そうめんです。イベント抜きで何でもない日に一番高かった日の売り上げ、何でもない日やったら5000万ぐらい。2年前に何でもない平日に5000万ぐらい使ってくれた。場内から次の指名しなきゃいけないのはどうしたらいいですか。まずだから次いつご飯行きますとか、ご飯誘ったらいいと思う。みゆちゃんはどうやってシャンパン飲んだりしていますか。コツ教えて。普通にみゆのインスタとかでシャンパン開けへんかったら座りませんみたいなこと書いてるから、普通にみんなが何のシャンパンがいいって普通に聞いてくれます。てかシャンパンおろしてくれへん席とかないな。みゆみゆちゃんいつも見てます。お客様にもうこればっかり来てる、夜の営みを誘われた時の断り方を教えてください。誘われる時点でもう舐められてるなって思うから、みゆは絶対に無理って思わせるとこまで持っていきたいと思う。この子は絶対に無理みたいな、絶対に無理のとこまで持っていくのも難しいねんけどな。これ難しいね。それどうやって演出してるんですか。自分無理やでっていう。あ、みゆ、みゆ怖そうじゃない。なんか絶対に断られそうじゃない。確かに。なんかそういう、なんやろな、あ、怖そうって言われる、なんかよくとか、なんかこう有名にならしてもらったからエース入って、そこはでかいかも。なんかこうそういう、なんかそういう感じで言って無理やろなって思わせるのって、最初はあったけど、みゆも誘われたりとか、そこまでの地位に持っていったりとか、それ難しいけどね。それは
長くお客様が続く秘訣、みゆさんがしていること、していることっていうか飽きられへんようにすることは大事じゃないですか。あと自分が輝き続けてること、なんか自分がずっとナンバーワンでおって、ずっと売れ続けててずっと有名やったらお客様って切れないと思うんですよ。だってそのみゆ以上に有名とかみゆの代わりがおらへん限りは切れへんと思ってる、みゆが。だから自分がずっと売れ続けてることが飽きられへんことだと思う。ドレスはどこで買うこと多いですか？ドレスはビトンとかディオールとか。キャストのこと仲良くしないとダメなのですか？私は必要最低限の話しかしないです。私も仲いい子って言ったらレミ、エースやったらレミちゃんと、あと先輩2人とかぐらいしか喋らないですけど、喋らないっていうか挨拶とかはするけど、そんな仲良くする必要はないと思いますよ。そのみんなと別に友達作りに来てるわけじゃないんでね。みゆさんのこのお仕事のやりがいは何ですか？なんやろな、やっぱり自分がキラキラ輝けることかな。休まないと情緒が安定せずフル出勤ができません。カツを入れてください。休みたいなとか行く気になれへんなって時はもう休んだ方がいいと思いますよ。休みたいなって思ってて出勤しても頑張れないと思うんで。キャバクラで稼いだお金は貯金してますか？月にどのくらいしてるとかありますか？全部貯金してますよ。私あんまりその買い物ぐらいしかお金使うことないんで。裏切られた時どうしてますか？裏切られたことしかない、ことしかないからっていうのはあれやけど、裏切られたこと多すぎて、まあそういう人やったんやってぐらい。最初はちょっと傷ついてたけど、もうなんか人間関係いろいろありすぎて、この4年間でメンタル強くなったからどうしたらいいとかもない。別にそういう人やったんやって思って切り替えるだけ。セクハラ王子はどう逮捕しよう。セクハラされへんからな、どうしたらいいんやろな。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。嫌いな色色にいる女の子のタイプを教えてほしいです。うん。みえちゃんの月の売り上げはどれぐらいですか？平均半ぐらいで、多かったり。夜の仕事を辞めたら何の仕事しようと思いますか？普通で、ですね。